はい、NHK をぶっ壊すということで、で今ツイッターなどで先行で先ほど動画も1本出しましたが、北村雄一弁護士との裁判ですね。まあ、北村雄一先生はもちろん弁護士としてですね、被告上杉隆の、弁護に回ったんですけども、代理人をしたんですけども、私の完全勝訴ということで、このように判決文が出ております。原告立花孝志、被告上杉隆、同訴訟代理人北村陽一ということで、完全にですね、立花孝志と、上杉隆の代理人である北村陽一先生が、争ったと。裁判はですね、当然、上杉隆は最後尋問に出てきただけで、実質上は私と立花孝志と北村陽一さんが戦ったということでですね、主文このようにですね、主文被告は原告に対して30万円及び云々ということで金を払えということで、これはね、裁判している人は分かると思いますが、これはもう被告が勝つっていうのは、原告の請求を棄却するとなれば被告の勝ち、いくらもう仮に1万円でもですね、お金を払うとなれば、これは原告の勝ちというのが裁判の通常の考え方です。160万円請求したので30万円ということは5分の1しか勝ててないという考え方を持つ人は基本的にはバカです。なぜ160万円にしたかっていうと、地方裁判所からスタートするには160万円というのが、から訴えないと、一応いろいろと理由を書かなきゃいけないんで面倒くさいので160万円にしたというだけで、30万円という判決は僕の予想の一番高いところ黒川がですね、ヤクザからお金を借りたということで50万円ですから、今回は、ポイントは立花が、東京地検特捜部が立花隆を複数回なんで事情聴取、本人は起訴と言っているようだが別件での取り調べは終わっておらずということで、具体的に何をしたのかという指摘ではないけども、立花が東京地検から捜査を受けていると、現在も続いているということは立花の名誉損すると、取れて30万円かなと思ったら、なんと30万円でしたね。僕は10万か20万、高くて30万かなと思ったら30万円でしたので、僕としたら完全勝利、十分満足する額だと思っています。でですね、これまでの、これでですね、今年に入って弁護士相手に4連勝です。弁護士相手に裁判を勝ったこともなくはないんですが、このように名誉損の裁判で勝ったというのは、今年に入って4連勝で、この4連勝が初めてです。それまではずっと負け続けてきました。で、誰に勝ったかというとですね、荒木田さんという弁護士ですね。これはチャンネル桜にもよく出ているですね、右系の弁護士さんですね。で、次の弁護士は豊田健二さん。いわゆる悪徳弁護士さんですよね。もう、過去に懲戒処分を受けて、今、大津彩香の代理人をしていると。で、3人目が、あえてハテナハテナとしていますけども、属性で言えば若手の弁護士さんです。30代後半から40代ぐらいかな。ちょっと、たまたま黒川の、親友である山中豊の東大時代の同級生、東京大学の同級生で受けてしまったけども、途中で、危ない。これは立花さん相手に裁判しても勝てないよ、ということで途中で降りられました。だから、これまでの3人の弁護士さんっていうのは、それほど有名でもないし、仮に有名だったとしても、そんな実績、いわゆるその破産をしている会社からお金を抜き取るみたいなことをしている人たちなので、そこまで自慢できるか、自慢はできるんでしょうけど、今回のこの北村陽一弁護士に関しては、この人に僕が本人訴訟で勝てるなんて日が来るとは、夢を持っていませんでした。それぐらい北村先生というのは僕今も尊敬していますし、すごい人だというのがまず大前提です。というのはですね、僕が裁判所で初めて北村陽一先生をお見かけしたのはもう10年以上前かな、10年ぐらい前です。僕の周りで、ずっと昔から言ってくれてた、例えば大橋くんとか伊藤くんとか、多分遠藤さんなんかも、もう北村先生を見かけるたびにもう、あの人が日本で一番有名なすごい弁護士なんだよっていうぐらい、僕は北村陽一弁護士のことを尊敬していると。で、じゃあ北村陽一弁護士って今何をしているのかっていうとですね、例の松本人志さんが週刊文春に5億5000万円払えという裁判してますね。この5億5000万円払えと言われている週刊文春の側の主任弁護士さんです。おそらくこの5000万円を払わなくていいってなると思います。まさに松本人志さんの請求、原告の請求を棄却するということで、これ負けてしまう可能性極めて高いです。
すごい人で、それだけ聞いてもすごいでしょ。5億5千万円松本さんに訴えられて、それに対して反論してる弁護士、それが、北村洋一弁護士です。よくね、北村っていうと行列できる法律相談所の北村春夫さん、この北東西南北の北に村のあっちの弁護士さんよく言われるんですけども、放送界ではこっちの方が全然有名、こちらの北村先生の方が全然有名ですし、まあ、一般の人からするとやっぱりテレビの留守は北村春夫さんのがたくさん出てらっしゃるので北村春夫さんの方が有名ですけども、弁護士としてのなる格がもしあるとしたら、これはもう北村春夫さんも認めると思います。もう日本一の弁護士と言っていい人なんです。で、無罪受け容認弁護士とも言われています。で、無罪受け容認っていうとですね、真っ先に出てくるのが弘中淳一郎弁護士なんですけども、この弘中淳一郎弁護士と北村洋一弁護士っていうのはもう盟友ですね、もう2人で、おそらくカルロス・ゴーンさんもやってるかな、北村先生がやったかどうかちょっとあれですけど、カルロス・ゴーンさんの弁護士をしてたりとか、まあ一番皆さんにね、これあんまりこれまで言ってきてなかったんですけど、ジャニー北川との裁判ね、例のジャニーズの男の子たちに対してジャニー北川が性的虐待をしていたと、これね、東京地方裁判所では文春負けたんですけど、東京高等裁判所の最高裁ではこの北村雄一先生はジャニー北川を相手に実質、まあ、勝ってるということなんですよ。だからもうジャニーズ事件を実は暴いた週刊文春の、まあ、いわゆる堀江門曰く週刊文春の守護神ということで、まあ、北村雄一弁護士っていうのが、まあ、本当にすごい人なんです。もう御年今75歳かな、まあ、僕も56なんで20歳差、19歳ぐらい差なんですけど、いや、まあ、とにかくすごい人なんですよ。で、今ね、カワンゴじゃないわ、角川の角川春樹さんじゃない方の人が人質司法に関してこう異議を唱えてますけども、そこでも北村雄一先生弁護士はですね、弘中淳一郎弁護士と一緒にこの角川の人質司法についても問題があるということで原告団に入ってるのかな。まあそれ以外にもですね、加藤茶さんだったかなの奥さんだと、加藤茶さん、あ、じゃあ中本浩二さんですね、中本ドリフターズの中本浩二さんの奥さんのが最終監視を訴えている裁判の原告もされています。っていうかもう北村洋一弁護士っていうのはもう本当にレベルが違いすぎるんです。で、その北村洋一弁護士にまだまだ一審ですけども、まあ勝ってしまったんですよね。で、これは僕は本当にまあ、もちろん勝てると思ってました。もう裁判の中でですね、もう全然北村先生のもう視点焦点が定まらないような状況でですね、これはもう勝てるなというのは思っていましたけども、ただまあね、裁判重ねるごとにですね、本当にこう北村先生と法廷で争えることを、ね、ちなみに北村先生とは別の裁判もしてます、まあ、北村先生が別の方の代理人として原告で僕が訴えられてるって裁判もあります。これも 99% 勝てます。ちなみに、これは村岡弁護士に僕の代理人をお願いしてるので、本人訴訟じゃないですけど、今回の件はやっぱりこの北村洋一弁護士に本人訴訟で勝ってるってことなんですね、これ。しかも勝ってるのは防御した方じゃなくて攻撃してるんで、原告として勝ってるので、これってやっぱりすごいと思います。防御する方で勝てるっていうのはまあまああるんでしょうけど、相手側が証拠がないとかってあるんでしょうけども、まあ今回本人尋問もやってます。上杉隆の本人尋問もやっていてですね、北村先生に対して僕3回異議ありってやりましたからね。北村先生が上杉隆被告に対して質問していてですね、もう異議、重複です。要は繰り返し同じ質問してるわけじゃないんですけど、もう争点争いのないことについて繰り返し別角度から質問したことに対してまず質問重複、次に誘導ですって言いました。異議あり、誘導です、いわゆる主人公で誘導をしていってたので、誘導ですって、いわゆる証人に対して誘導していく、いわゆるこっち側の答えを出していくっていうやり方もダメなんですよ。だから誘導ですって言ったら、いや、これで質問終わりますという感じで3回やり出しましたけどね。まあ、とにかく、まあ、この裁判仮に北村先生が控訴したとしてもひっくり返らないと思います。
まあ、裁判ね、傍聴された方は分かると思いますけど、これはあまりにももう上杉隆という人物がもう粗悪すぎます。もう彼自身はあちこちで嘘をついて、つき回ってるということで、まあ、上杉氏はこの判決また不服でいろいろとやってくるでしょうから、まあ暇があったらもう一度上杉隆君を、訴えようと思いますが、もう上杉隆という人物に対しては関係する必要性もないぐらい落ちぶれているので、で、そこはもうね、上杉君はまあこれでいいかなと思ってます。ただ僕はね、これ北村先生に勝ったことについてすごく今こう自慢してる、自画自賛してるのはですね、やっぱ本当北村先生と僕は喧嘩したいわけではありません、上杉隆のような、まあ、いわゆる嘘つきジャーナリストではなく、ちゃんと立花隆の言ってることを北村先生にはよくよく理解していただいた上でですね、今後の活動ですね、北村先生が今後どのようにね、まるその人質司法の問題とかっていうこと、本当に大事な問題ですよ、これは。そういったことをされる、もちろん週刊文春の守護神ですから、僕も週刊文春に関しては、概ね大賛成です。週刊文春によってジャニー喜多川の問題が出たり、私も NHK の、不正経理内部告発をね、取り上げてもらったのは週刊文春ですから、北村陽一弁護士に対して怒りとか、なんか不満とか1ミリもありません。ただまあ彼が、まあ、たまたま上杉隆と昔から仲良くてですね、上杉隆というのはなんか本当っぽいことを言ってたんだけども、それで北村先生も上杉隆と一緒に、まあ、受けたんでしょうけどもね、まあ、上杉隆という人物がいかにもうデタラメなことをこれまで言い続けてきたかっていうことが、まあ、証明できたんじゃないかなと思います。ですから、まあ、北村先生これからもですね、法廷で相まみえることがあると思いますが、それ以外の法廷以外でもですね、ぜひ私の話も聞いていただければなとは思っております。で、先ほどの動画でもありましたけども、私もこのまま来年、選挙で 2% 取れずに国政政党じゃなければですね、ちょっと弁護士資格を取ってみたいと思うようになりました。やはり選挙っていうのはやっぱりね、いわゆるバカに票を入れてもらわなきゃいけないっていう、これちょっと大変なんですよ。嘘をつける人は平気でね、ワクチンは体に悪いとかですね、なんか食べたらがんになるとかそのまあ、平気で嘘を言ってバカな人たちからの熱狂的な支持で票を取るっていうことができるんですが、こう裁判っていうのはもう全て事実と法に基づいて争っていきますから、多数決じゃないんですね。だから僕はやっぱそこに非常に魅力を感じていてですね、今回、まあ、3人今日で4人目ですけども、4人の裁判弁護士を相手に本人訴訟で勝ったということ、また非常に尊敬している北村陽一弁護士に裁判で勝ったことを思ってですね、まあ、来年の参議院選挙 2% 取らなければ、まあ、司法試験をですね、受けてみて、司法試験パスしても弁護士になるには司法修習生もやらなきゃいけませんので、60過ぎて還暦過ぎての弁護士デビューになるかと思いますが、ちょっとね、来年の参議院選挙で全力でやって、当選すれば政治家を続けますが、落選した場合には弁護士を目指そうというように思いました。ということで、この裁判のね、勝訴も日頃ね、 N 神とか立花の信者とか言われてる方々からすればもうほんとスッとしたんじゃないかなと思います。私は変わったことは言いますよ、確かに少数意見です。でもそこにはちゃんとした事実に基づき、そして法的根拠があり、そしてそこには公共性公益性があるということで、やっているのは本当正義感、使命感、責任感でやっていますので、僕の勝利だけじゃなくて僕を応援いただいている方々の勝利だと思います、まあね、これ上杉隆元幹事長、そして、一昨日は黒川敦彦、これも元幹事長ですよ。だから、まあ、部下を相手にね、裁判をして勝って嬉しいのかと言われると複雑な心境ですけども、ただまあ僕の周りにはそういうね、ちょっとこうなんていうかな、平気で嘘をついてですね、有名になろうという人がいてですね、そういう人にこれまで甘いか、まあそういう人たちを甘やかしてきたっていうのは僕の反省するところですので、まあここはね、もう一度ね、考え方を改めて、こういう変な人はもうこれから仲間に入れないと、そういう人には優しさをかけないと、情けをかけないということでやっていきたいと思います。以上です。NHK をぶっ壊す。